い始まりました。ペイと気仙沼の仲間たち、グルメツアー編、ということで、気仙沼のね、美味しい飲食店を数々と紹介してきましたけども、今回来たのはこちらと、ラーメンホムラさんでございます。ホムラさんね、もう僕がね、気仙沼、もうすぐ来た時から僕もここホムラさん来て、ラーメン食べてるんですけどもね、いろんなラーメンあるんですけどね、僕はね大好きなスタミナラーメンね、他にもいろんなメニューあるんで、紹介したいなと思います。早速行ってみよう。はい、本日やってきたのはこちら、気仙沼のイオンからもすぐそばのラーメンホムラさんでございます。はい、営業時間は昼は11時から3時、夜は5時から9時半、定休日は木曜日、駐車場あります。はい、席数はね、カウンター4、テーブル2、お座敷に422のフォーメーションでやってます。はい、メニューはこんな感じでね、ラーメン、味噌ラーメン、タンメン、スタミナ、半チャーハン、五目中華飯、カレーライスもあると。おお、今回はね、こんな感じで注文してみました。はい、今週もね、やってまいりました不安のお兄さんの実況のお時間でございます。今回は透き通ってんな、スープが。あの、ホムラさんの字はあれは炎さんって読みます。ほう、辛そう。うめえ。新メニュー、はい、新メニュー、すごい、まだメニューに載せれないですけど、ありがとうございます。
新メニュー。うん。うん。美味しい。うん。ワンさん。先ほどね、言いそびれてしまいましたけど、途中で切れましたからね、ホムラさんのね、あの字は炎さんとも読めますけども、間違いないでくださいね、皆さんでちゃんともう一度言いましょう。せーの、炎。終了しました。ゲームセット。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またおいてください。お願いします。待ってくれる。早速。早い。はい、ということでね、安定の美味しさでございました。スタミナラーメンね、なんかね、定期的に食べたくなるんですよね。ピリ辛というかね、なんか透き通ったスープにそのピリ辛っていうなかなかないんじゃないかなと思って、結構具沢山でね、豆腐とか入ったり、肉も入ってて、めちゃくちゃ美味しかったです。チャーハンもね、パラパラで美味しいんですよ。味噌ラーメン今回俺初めてかな、食べたけど美味しかったね。味噌のコクもあって、ぜひラーメンホムラさん、店主も明るい方でね、本当に、接客もすごくいいので、ぜひ皆さん気仙沼に来た時はホムラさんに来てみてください。それではまたお会いしましょう。 See you!